話聞いてくれるか。あのクリスマスの夜、俺は道島組の事務所に行った。風間のおやっさんは毎年クリスマスになると俺たちの個人ひまわりへ顔を出してくれていた。だがあの日おやっさんは来なかった。俺はおやっさんに何かあったのかと思い、一人カムロ町へと向かった。お久しぶりです。何しに来た？お話があるんです。今日はダメだ、帰れ。いつもは優しいおやさんだったが、その時は違った。俺は気になっておやさんの後を追った。おやさんは組の指示に逆らって人言派を逃がすつもりでいた。俺はそんなことも知らずに。お前が俺たちを逃がしてくれるというのか？ただしこの町から出ていくことが条件だ。罠じゃないだろうな。二人の会話は聞こえなかった。俺はおやっさんが危ないと思い、体を張って助けようと思った。仲間を呼んで裏口から逃げるんだ。このままだと全滅するのは時間の問題だ。俺を信用しろ。罠だったんだな。待て、そいつは東条会の人間じゃない。俺、風間さんが危ないと思ったから。風間のおやっさんは俺を助けようとしてその男を撃ったんだ。俺がその男、お前の父親を殺したようなもん。撃たないのか？どんな償いでもすると言ったろ。カッコつけるのもいい加減にして。親の仇を取らせれば
自分が犯した罪が軽くなるとでも思ってんの？罪を償うから俺を殺せだなんて、人はね、そんな簡単に割り切って生きていけないのよ。合流会は蒼天堀のあたりで派手にやったせやな。あれは韓国の連中が勝手に跳ねただけ。ほう、今まで散々奴ら使って大騒ぎしとったやないか。
まあほとんどがから騒ぎで終わっとるがな。喧嘩売っとんのか。挑発に乗るな。お前も少しは大人になったぬ。せやけど、オメ連合の跡目はもうわしのもんや。うり。こいつつこて、キリュウの首取るで。お前らしい作戦だな、戦後。キリュウっちゅうやつ、半端なことやたぶらんらしいからの。勝手にせえ。わしはわしのやり方で東条会と桐生やるだけじゃ。よっしゃ、ほな一丁派手に近江の跡目合戦と行こうやないか。まだ無理したらあかんよ。さっきそこに座っていたのは河原さんだよな。ああ、カオルのことでちょっとな。彼女のことで。まあそんなことよりこれ。これは。なんや知らんけど、あんたのジャケットに入っとったで。いつの間に。あの時。まさか。止めても無駄や思うけど、その傷や。無理したら命取りになるで。彼女は来なかったか。カオルのことやったら河原さんに任しとき。ええか、くれぐれも無理せんとな。Mm-hmm.
な。ん？ああ。お？気に入ったぜ。さ、行くか。ありがとうございました。しばらく寝てろ。おい。
手やこれ逃げるな守れや待てよいらっしゃいませだぜ。さ、行くか。ありがとうございました。まで行かれます。それでは出発いたします。どこだ天守閣におるわまあ最上階までたどり着くのは無理やろなこいつの弾あったりゃここがお前の墓場やYeah!
さすがやな。ようここまでたどり着いたわ。戦国。まあ待て。はるか。はるかを話せ。そないなでかい声出されたら、わしのペットが目覚ましてしまうやないか。こいつら腹すかしとっての。悪いけど餌になったりや。骨まで噛み砕いてやる。
うわ、わりゃ、化け物かい。はるか、返せ。何しとるんや、お前。このおっさんの遊びに付き合わされて、ほんまご苦労やったな。こらまたんかい。何のマネや。わしも目的のためなら何でもする男や。せやけど、ガキを人質に取るんは趣味に合わん。親の七光のくせしよって何言っとるんじゃ。黙れやボケ。で邪魔者は消えた。いよいよあさってわしら総力を挙げてカムロ町に攻め込む。覚悟はええな。ああ。ほな。怖かったろ。ごめんな。またこんな思いをさせてしまった。どうしたの？大したことはない。しっかりしておじさん。傷口が少し開いたみたいね。傷口、うん、大丈夫よ、すぐに良くなるわ。よかった。なぜここに？ママからメモのこと聞いたの。そうか。無事でよかったわ。またカッコつけちゃってこのアホ。はい、これでよし。ありがとう。これ、一体どういうことなの？どうした？ママが残していった走り書き。なんて書いてある？あなたのお父さんは生きている。だから桐生さんを信じてあげて。生きている。生きているって言ったって、一体どこの誰なのよ。ママ、こんなメモ残してどこ行ったんだろう。民生さんの姿が見当たらないのか。この辺りを探してくるわ。誰がいなくなったの？
あの女の人の今のお母さんだ。うまいな。さ、行くか。ありがとうございました。時間食っちまった。行こう、もうすぐだよ。